こんばんは、井上真です。ノーミルクサトでございます。ミルワーカーニュースのお時間でございまして、ということで今日もサッカーニュースをお昼にパパパンとまとめちゃう日曜日、はい、日曜日か日曜日ですね、この動画でないかと思いますんでね、お願いします。はい、何よりやっぱクラブレオンをね、うん、倒しました。浦和レッズの皆さん、おめでとうございます。サポーター関係者の皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。CWC クラブワールドカップ、ね、もう4位以上確定。あ、すごいことよ。世界の4強、すごい。これは J のね、代表として、うんうん、嬉しいじゃないの。嬉しいことです ね。なんかね、あんまり ちゃんと見れなかったみたいな序盤、あれだ、サーバーが。まあまあ、そうだね。ね、でもそれだけ見る人が多かったからってことは言えるでしょうから。マンチェスターユナイテッド、シティ戦はやっぱり地上波でやるわけでしょ。いや、うん、今のところはその話はない。私もそう聞いてます。なんでなんでまた何高いの。まあ、高いんですよね。でそしてまた次にシティ戦、確かに見たいんだけど、日本が買えないのなんて誰が買えんの。だってなんで選手出してリーグからもチーム出して何見れないの。そうなんだよね。うちのこの運動会なんで入れてくんないの。ちなみにまさタイではね、地上波でやってます。おかしいじゃない。とってもおかしいじゃない。実はね、まさタイはね、ちょっと一つ記録かかってまして、のあのエカニットパン屋選手、パン屋ちゃん、うん、いるじゃないですか、うん、これでもし出るっていう風になったら、クラブワールドカップ史上初なんですってね、うん、タイ人の選手が。CWC。ああ、そうか。そう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 。はあはあはあ。今までも、まあそういうね、CWC に出た日本チームはいるっていうけど、はいはい、アジアのチームか。うん、だけど、タイの選手がどうやらいなかったみたいなんで。ああ、そっか。そうなん、それも含めてっていうところだから、もうタイからも裏はもう激推しで応援されてるってところがあったりする。なるほどね。はい、あの時のペルージャみたいなね。ペルージャのローマみたいなね。中田出ねえかなみたいな、そういうことでしょ。そういうことでしょう、ね。嬉しいね、それはね。ですね。はい。ああ、なあ、もうだからもう何回も言いますけど、うん、NHK さんがって言うな、あいよ。まあ、まあ、田中さんも。放送権かって使わすわよ。問題がね、3時なんだよね、次ね。3時。午前3時スタート。それがまあ、NHK さん3時からレギュラーないでしょ。お金払ってますやん、NHK さん。紅白をちょっと簡素化してもいい、でもしなくてもプールがいっぱいあるって伺ってますよ。何度も言いますけど、ね、だからそれですらこう耐えれないぐらいにちょっと高いのかもしれない。高いんですか。大変なこっちゃやでと、おかしいこっちゃやでと、こっちゃやでという感じに。だ変な話、そこはさ、あのクラウドファンディングじゃないけど、はい、クラブワールドカップ側がね、 YouTube、はい、有料 YouTube でもなんだっていいじゃないですか。だってサーバーはピュアプラスであるんだから、ね、有料 YouTube で、うん、なんか1人200円とか払ってみたら結局放送権よりもおかんじゃないの、うん、やりえそうな気がしますけどね。どうなんだろう。全然桁が違うのかな。まあだから。いや、500円ぐらい払うよね、我々。払うね。全然払う。ね。550円は払うよ、俺は。払う。700円。なんで、だんだんつり上がってくるんだ、オークションして。先生、どこまでいけるのかなと思って。いや、でも、それこそシティ戦見られんだったら、1500、2000ぐらいは。そうだよね、だから。なんかそういうのできないもんですけど、なんであのね、ドリームマッチみたいのはできて、うん、打ってくださいよ、CWC さん。ね、よくわかんないものが言ってますけど。持たないよ。そうなんだよ、ね。CWC の未来のために持たないよ。もったいないもん ね。すごい能力を持ったね、うん、IT ボーイが、ちびっ子がいたとしてね。これはもうアジアを制する IT ボーイがサッカー好きになるか、好きにならないかでしょ、これは。まあまあ、そうだね。チラ見して、アミンポでやってる。うわ、エギー、エギーレッツエギーみたいなね。で、まず、確か次、来年って CWC 多分ないんじゃなかったかな。あ、1年お休みの年ですか。で、あの、ほら、うん、2024はなしで、はい、5は。その半年後の夏にやりますか。スーパー CWC。
そう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 、お名前はちょっと分かりませんが、はい、だから現行の体制の CWC って今回が最後だったりしたから、それでなんかちょっとなんか最後らしてるのにちょっと上げてきたとか、なんかあんのかもしれないし、うそうだね、まあ、うん、飲みましょうみたいな。次の大会フォーマットはね、もう賞金含めても何倍にもなるって形だから、でもちょっともうね、あの今のやり方ともだいぶ変わっちゃうってところがあるし、しかもテレビ局側としても日本も含めてどの世界でももう買いたいってなるぐらいのものになりますからね。はいはいはい、はい。まあ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 、とりあえず、いばちばしょって感じなのかな、そう考えるとね。そう、夢のようだったね、じゃあ、なんか全部タダで見てて。そうだ、ね。見れてたんだもん。だから、一個のものに国民がギューッと興味を持ってたら、これから、すごくいいことになるね。そうですね。はい、なるほどね。まあ、だから火曜日の夜ですかね、シティ戦、はい。でもシティはさ、はいはい、例えば撮ってる今日日曜日とかもあるんだよね、多分。クリスタルパレス戦が。そうでしょう。はい。これは先生、ドチャンス。いや、超チャンスだと思いますね、今回。神ツインスターシティですよ。いや、そうなのよ。ね。だし、当然、うん、4割ぐらいしか主役は出れない可能性あるよね。そうだね。はい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 。で、しかもほら、ハーランドいないんで。そうなんですか？そう、一応、登録メンバーには入ると思いますけど、はい、今、怪我で、今週のリーグ戦とかも今、いないんで。じゃ出るわけないね。ね、考えたら、ね。ハーランド犬間の裏は、慌てて出しても、時すでに遅しの72分。裏は2点リード。ね。いや、そうなるんじゃないかな、はい。全部、西川キャッチ。ね、やってほしいね。ショールツクリア。うん。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。来ました。まあ、はい、だからね、今日クリスタルパレス戦で、まあ、やっぱり主力メンバーが今出てたりしますけど、はいはい、この収録段階、ちょうど試合やってるんですが、うんうんうん、まあ、だからそこに出てるエデルソン、ウォーカー、ルベン・ディアス、ナタン・アケ、グバルディオール、リコ・ルイス、グリディッシュ、ロドリ、ベルナード・シューバー、フィル・フォーデン、アルバレス、このあたりは半分ぐらいしか出ないでしょうね。そこからやっぱりベンチからやってくる一軍メンバーを何人引きずり出せるかって感じでしょうからね。そうですね。はい、楽しみ。うん、ねえ。もうでも、1試合か3試合か4試合かみたいな感じだったでしょ？そうです。1試合か3試合ですね。ああ、そっか。もうそこは3試合決まったわけですから。はい、決まったわけです。ある種、ね、優勝みたいなもんですよ、これは。ね。いや、そうだよ。だって、まずあれよ、アルイテハド。はい。ベンゼマとかのチーム。負けちゃった。負けました。ああ、だクラブレオンとアルイテハド入ったでしょ、もう。そうなんです。すいません、お疲れした。ねえ、そういうことです。もうね、1試合しかできずに帰っちゃった。そうなんです。っていうところで、エジプトのアルアハリかな、うん、が、勝ち上がってきたっていう感じ。ああ、そっか。はい。なんで、次は、フルミネンセ VS アルアハリ、浦和対マンチェスター、はい、もう、世界の4強に名を連ねたという。これは素晴らしい。世界の4強ってなんかいいっすね。そうですよ。いいよ、本当に。四大文明みたいな、チグリス、ユース、フーダッス。全部。ガバね、それね。あと言えないけどね。忘れちゃったけどね。四大って言ったら、そらいろいろね。四大お菓子、うん、キャラメル、飴、ね、ガム。ね。四大。なんだ、ラムネ。お菓子四大麺。麺は何ですか、麺で言うと先生。麺なんだろ、やっぱ、つけ麺。つけ麺。つけるとかの、具体的な事象は一回置いてって。え？うどん。あ、そっち。そば。うん。ラーメン。うん。スパゲッティじゃない？あ、俺、つけ麺その中でこれ一種で考えちゃってたわ。ラーメンで一種じゃなかった。4だったらつけ麺入ってこないでしょ。1か1つけ麺だわ、俺。なんだ違う違うのよ。一般的な評価でお願いしますよ。いや、俺の話だと思ったからよ、これは。可愛い動物。4大可愛い動物。世界のね、人が。みんなうなずく。まあいや、もう、まずはハムスターじゃないですか。はい、いや違う。なんで、一番最初ハムスターでしょ。犬か猫でお願いします。まずハムスターだろ、ここは。アンバランスな人や。いや、可愛いよ。可愛くないって言ってないんだよ。可愛いでしょ？おかしいなぁ。なんか、なんか、いや、世界四大スポーツ競技ですよ。うんね、ああ、はいはい、はい、はい。プロスポーツ競技、はい。エンターテインメント、はい。やっぱりまずダーツですよね。
いやいや笑うけど。サッカーで、ダーツだろ、あと3つはみたいなことでしょ。俺好きなんですよ、一番タバコ吸いながらやってる人いるでしょ。まあそうだけど、たまにいるけど、今もちょっといろいろ変わってきたけどね。確かに。先生。ええ、腕上げましたね。ということで、なんで4大の話になったのこれ。あ、4強ですよ、世界の4強。だから先生の中で言うも、浦和レッズは、世界のハムスターであり、うん、そうだよ、世界のダーツなんですよ。こういうことだよ。喜ぶんだよ、これ。そうだな、そう言われるとなんか変になってきたな、ちょっと。そういうことなんですよ。これ楽しみですね。どこまで見ていただきたい。そうですね。なんていうんだろう、クラブワールドカップが進んでるのに ACL も別枠で進んでる。これはね。ちょっともうわけわかんなくなりましたよね。結局ね、宇宙っていうのはね、うん、多次元なわけですね。いろんな世界線が一つのパスタで結ばれてるような世界だっていう人もいるんです。いや、まあ、なんかありますよね。SF ではね。結局自分のいる世界線が全てだと思ったらダメなんですね。そうだね、でもそれをつないでるのは実はね、みんな誰でも、うん、知ってるような身近にあるパスタみたいなもんだなっていうね、茹で具合でどうとでもどうとでもというかね、いろんな見方ができんだよみたいなね、すいません、ちょっと酔うてます、酔うてるないやみたいなアート作品の話を昨日聞いたんでね、ああなるほど、ああなるほどね、昨日宇都宮でさ、なんか MC だったんですよ。ああ、ね、お疲れ様でした。はい。東口がすげえ新しくなって、なんかアート作品の展示、夜、ね、ライトアップして、ね、DJ とかも入ってって、僕は MC 入れたんですけど、うんうん、そのアート作品とか、パフォーマンス、バンドとか、の間に入って僕出るみたいな。で、最後はアートの展示っていうかね、動画を作ってきたアーティスト4人の方がいて、僕がそれを仕切るみたいな。で、もう夜で消えて、はい、後ろに LED でっかいビジョンがあって、うん、急に僕の足元に水が流れ出すと、ピャーって LRT 路面電車がね、走り出した、未来に向けた東口っていうのが私ができたんですけど、なんと演出として下がね、噴水じゃないですけど、ちっちゃな池みたいのができたんですね。バーってそれが LED をね、反射して、要するに上から見てる、ね、ひな壇みたいになってる客席から見てたら、すごい幻想的なビジョンになるわけです。水も相まって。で、アーティストの方は4人いるんですけど、ドトールにあるみたいな高い椅子に座って。なぜか僕だけ足びちゃびちゃっていうね。そこまでもう47のおじさん5時間ぐらい司会してるわけ。超寒いの。そこで僕の靴がびちゃびちゃ濡れ出しまして。これはもう本当、私のね、長靴履いていかなかったのが悪いんですけど、どんどんね、そのコーナーの中でね、私青ざめていくわけですね。足温めなさいってお母さんよく言ってたでしょ、寒い時は、うん、言ってた、ええ、おじさんになってからただでさえ寒いのに、足びちゃびちゃなんですね、ええ、でもそのコーナー50分ぐらいあったんで人見てたんで動けないわけですよ。やばい、ああ偉いもんで、すごいね、僕ってちょっと植物的な側面もあるのかなと思ってね、足濡れてるでしょ、うん、根っこだとするよね、うん、右肩がまず痛くなったね。あれ吸ってんだね。冷気吸ってんだね。凍ってきたみたいな感じなんですよね。そうですね。要は。はい。でも、やっぱり、ある意味そういう意味では芯が通ったクールな男ってことでしょ。ですから、そのアート作品の皆さんの真剣の面白い話だったんで、なんならポップアート作ってくれた方、ちょっと色分かるなんか作ってほしいなみたいなデザインの方もいたんで、ああ、ちょっと今度先生ご相談したいし、またね、そんな話もしたいなと思うて、うん。なるほどね。いたんですよ。よー。ね、大変だったな。やっぱり絶対これ風邪ひくと思って、帰りの新幹線、足びっちゃびちゃだからね。うん。ね、履いてた靴下全部捨てて。ね。ねえ、まあそりゃね、地元のまあいい仕事だからと思ってね、白いスニーカー新しく下ろしたやつもびっちゃびちゃ、ね、うん、これ捨てるわけがないんで、うん、ね、駅に乗る前のキオスクで靴下2枚買って、はい、でもその靴下も濡れちゃいけないでしょ。そうだね、だからビニール袋2枚もらって、ええ、ね、靴下2枚履いた上に、ビニール袋履いてびちゃびちゃの靴の間に北海道2個入れて新幹線乗りました。ね。久しぶりだな、歩くたびに、チュッ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 。3歳以来かな。
ある意味懐かしかったね。音鳴るくっついたりなってるわ。同じとこ歩いてたからね。チュッ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 つって。さすがにマネージャーそれは私が買いますって言ってた。ありがとうって言ってチュッチュッチャーねーって帰ったね。これまずいなと思って、それでも冷えたんで家帰ってね、まず東京まで帰ってきて、うん、まあ1時間ちょいかかりますよ、うん、もう熱いシャワーを足にジュワーって言って、あったかい今日ねっつって、うん、で明日早、今日ね朝早かったもんですから、うんうん、寝床に着くわけですよね、はい、やっぱすごいよね、まだクールな男でいましたね、私は。うお、ね、全く寝れないと。ああ。ね。そして今日を迎えて、朝から仕事に行ったわけですね。ええ。はいはい。逆に頭冴え渡ってた部分もあるんですけど。逆に、ね。やっぱ冷え、冷え、久しぶり思い出しました。やっぱ冷えは疲れます。いや、そうだね。皆さんもお気をつけくださいね。いや、大変だな、ね。でもそんな中、心温まるあれがありまして、今日はあの e スポーツのね、うん、イベントだったんですね。コミュニティシリーズ。C24 のそこみちシリーズ動画出てるんで見ていただきたいんですけど、うん、そこに決勝大会に進出したら17歳の男の子がいたんです。日向くんっていうね。はいはい。うん、これはあの FC もウィーでも強い子なんですよ。昔から僕も知ってるんです。うん、そのお父さん42歳。ね、僕のとこ、ファーって、吉村さん大好きですと。なぜなら、ミドアカを毎日見てるからで先生にもよろしくお伝えくださいと。ね、ありがとう、お父さん、はい。ありがとう。お父さんね、日向くんのお父さん、これも聞いてくださってると思います。ええ。ね。ありがとうございます。日向くんたちのね、そういう応援に、私は全て温まりまして頑張れたという。うん、いやー、嬉しいね。ね、そう。ほっこりするよ。そうなんだね。なんでこんな話になったんだっけ、今日。寒かったっていうね、話がいろいろありましたけど。ね、大変だったな、ね。週末でございましたけどもね。そうですね。うん、凍えることもあれば、温まるときもある、うん。それは自分じゃ選べないと、ね。ええ。それはもう季節と一緒でね。うんうん、そこで、一生懸命歩みましょうよっていうことが言いたかったんですか？ですか？私は。果てな。聞かれてもですよね。先生どんな週末だったの今日、今週は。もう、うん、もう仕事しかしてない。もうなんなら今座ってる場所からトイレ以外ほぼ立ってないっていう。いや確かにそうなんで、私のスケジュールに合わせてね、合間を縫って朝から晩まで撮ってくださった先生は。ね、あのミルアカデータアワードの仕込みとか。うわー、年末の。そうですね。まあ、もう、あの、月曜日でやりますから。いや、はい。もう私、二人分のスーツ発注してますからね。うん、ウェットスーツね。はい、そうなんです。そういう準備もしたりだとかしてましたね。はい。年の瀬でございますね。らしいですね。なんか、外あんま出てないから、あんまりなんかわかんないんですけどね、まだ。なんか、今日でもあったかかったですよ。だって今日ね、もともとこの土曜日東京23度まで上がるから。そうなんです。ただ、今、1時26分17日になったばっかりですけども。夜ね、うん。ここがマックスらしいですよ。明日の昼とかゲロ寒いらしいですよ、これが出てる頃。寒いって言っちゃいけない。お昼なのにね。クソ寒いらしいです。いや、一緒だわ。バリ寒らしいです。あ、そうなんだ。お気をつけ遊ばせですよ。いやーでもよかった。あの地獄の足冷えで風邪ひいてなくてよかった。俺安心して明日、うん。くしゃみ出ないようにします。っていう宣言です。うん、もうすいません、本当に。笑ったな、はい。確かに今見てるけども、もうあれですね。そうらしいよ。クリスマスに向かった最低が0度切るような日とかも出てくる。いやー、そういうこと。いやー、まあもう年の瀬ですね。だってもうワールドカップから1年だもんね。早いな。あ、そう。ね。そうだね。あとね、またちょっとあれな、ちょっと小ネタですけど。なんじゃらほいな。はい、まあ、東京で肝を冷やしたじゃなくて、体を冷やしたマーさんがいたならば。うんうん、肝も冷やして、危ねえっつっていろいろ。まあ確かに、はい。はいはい。
あの九州方面でもですね、はい、日も冷やした飲食店の店主さんがいらっしゃいまして、九州、はあ、はい、これあのもうすでに見る輪から出てる動画でかな、はあはあ、ちょっと言いましたけど、はあ、鳥栖の岩崎優斗君、はい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 、あの福岡になんかどうやら移籍金1億でみたいな移籍、おお、禁断のねえ、はいはい、あのですね、はい、まあ、新聞では確かにその、あの、岩崎遺跡みたいな感じで出たんですけど、はい、それよりも先にチラッと出しちゃった人がいらっしゃって、うん、あのよくあの、僕もあの、言うあれですよ、あの、美容師の方が間違ってインスタで早く言っちゃうみたいな案件で、うん、飲食店の店主さんが、うん、あの、岩崎選手、福岡でも頑張ってみたいなツイートされ、ツイートするのかな。ああ、そのプライベート情報をね。うん。ああ、なるほど。多分挨拶回りだったんでしょうね、岩崎選手も。あの、今まで、あの、ありがとうございました、みたいな。で、それ内緒にするのもあれですから、実はこういうことになりました、うん、みたいな。うん。そしたらリリースよりも先に早く立ってちゃった。言わないでくださいねっていうのを言わせちゃったのかな。なんだろうね。でも言うのもね、僕みたいなもんがこんなね、押し付けるのもあれだっていうのもあったんだろうね。とね。これ何大問題になってるんですか。いや、まあなんかもう消す、もう消してあるっぽいんですけど、うんうんうん、まあそんなことがあっても、なんか結構、界隈ではなんかいろんなそういう話題になってしまってて。じゃあ、あれかな。まあ多分大丈夫だと思いますけどね。嘘なのかな。でもほぼ同じタイミングでその新聞からも出たってのがあるから、大丈夫だと思うんですけど。なるほど。なるほど。何事もないといいなと思いましたが。ハレーションがね。ねえ。そっかそっか。そりゃそうだね。そういうことのための選手はちゃんとそこはね、うん、情報解禁みたいな。ね。そうですよ、ええ。でもこれだからチームの方とかもね、ちょっとっていう風になっちゃうかもしれないけど、うん、ただやっぱ俺その出ちゃうってさ、逆に言ったらその選手ってすごい素晴らしい方だなって俺は思ってて、うん、それやっぱちゃんとだから自分がお世話になったところに絶対挨拶回りに行かれてるから起こることじゃないですか。そうよ、そうよ。そういう挨拶回りができる子なんだよっていう、うんうん、そこはもうみんな忘れちゃいけないだろうなってなんか思いますね。これはもう登場人物悪い人いないから、うん、いないのよ、うん、ここの中に登場人物悪い人いないところになんか火をつけちゃダメよ、うん、そうよね、そうなのよ。あのイベントの主催者ボケ、おい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 、冗談ですよ。冗談ですからね、全然。ありがたくやらして勤めてるんで、もうまたね、来年も呼んでください。ありがとうございます。お願いします。はい。やっぱね、自分で偶然触れちゃうと落としちゃう癖がね、悪いとこ。ね、そういう風に育っちゃった、これね。はい、いやいや、今日皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。どんなお昼をお過ごしでしょうか。はい、ね、はい。西大島にめちゃめちゃ美味しい焼き鳥屋見つけたんで行きましょうね。安くておばちゃんがやってるとこ偶然入っためちゃめちゃ美味しかった、はい、どこ行きましょう、はい、ありがとうございます。ただまあ割と飲んでるかな、うん、モバイルバッテリーが見当たらない。置いてきたな、また置いてきたな。これは電話だけしてみます。よろしくお願いします、というわけで本日以上です、はい、皆さんのいろんなご意見を何に対して、何にかな、冷え、コメント欄にお寄せください。お願いします。はい、というわけで先生遅くにごめんなさいね、私。いや、こちらこそ、いえいえ、ありがとうございます。もうすみません、遅くに。いや、こちらこそ無理やり先生にこんな時間に取っていただいちゃってありがとうございました。いやいや、ありがとうございました、はい、ということで続く何に。いや、下にでしょ。まあそりゃそうか。あざした、じゃあね、またね。